こんにちは。時計メガネアクセサリーリコーダーでございます。今回はですね、腕時計に傷がついた場合、ただそれステンレス製とかにちょっと限りますが、コンパウンドで磨くことができます。そのことについてちょっとお話したいと思います。コンパウンドって車のボディのありますよね。これホルツとかいう塗装面をちょっとこう小傷ついた場合、これもね研磨剤ですからね、ある程度こうステンレスでも効くんですよね。こういうちょっとしたこういうタオルでいいですから、もうちょっと捨てるようなね、もう捨てるようなちょっとこうもう本当にこういう汚いタオルでいいんですけど、これにちょっとつけて、この特にステンレスのこのベゼルのこの辺は結構こきついたりこうツヤなくなってきたりする場合ありますんで、これを例えばねこういうふうに擦るとですね、どういうふうになるかというと、これ黒くなりますよ。これ研磨剤入ってるんでね、これある程度ツヤ出しのとこが効くんですよね。これで結構これでね取れるんですよ。こういうふうにもう黒くなりますから。だからこの研磨剤っていうのも意外と結構物置なんか入ったり車庫なんか入ったり、そういう場合も使わないで、ある場合結構あるんでね、こういう使い方もありますので、ステンレスとか、あとあれでしょうね、18金、指輪なんかでもね、18金とかプラチナ磨けますよ、これある程度。あんまり深い傷はちょっと難しいですけどね、このようにこうツヤ出ますので、こういう使い方もちょっとありますのでね、ちょっとご紹介しましたので、どうかよろしくお願い申し上げます。